おはようございます。速稼塾のコブです。今日は11月9日朝4時になりましたんで、この4時からね、相場解説をして、今日火曜日、こちらの方をね、しっかりと稼いでいこうと思いますね。先週はずっとレンジの中で上がって下がって上がって下がってを繰り返していたんで、まあ5日間ずっと取れていたということでございますが、今週はですね、このレンジを割る可能性があるわけなんですよね。もちろんレンジ継続ならばこのまま楽に勝てていけるんですけども、なかなかそうはいかないです。今日はね、その特徴が結構出てますのでお話していこうと思います。しっかりと稼いでいきましょう。それではこちらです、どうぞ。デイリーですけども、デイリーの上底と下底の赤い線、いかがですかね。ここにゾーンが引かれてますよね。で、このゾーンをブレイクして、あ、ゾーンでなくてレンジですよね。レンジをブレイクして下の方に出てきたじゃないですか。で、ここを超えた時点でですね、荒涼とした空間が広がってしまったわけなんですよ。ですんで、上がったものは下がるということで、この辺までね、まあまずはここですけども、まずはこちらですけども、この辺まで下がる可能性が多分にあるわけなんですよ。で、その後はこちらですよね。こちらにまで下がる可能性があるということなんですよね。まあ、ですんで、こういうふうに少しずつ刻んで上がってきたものならば、まだしもなんですけども、結構急速に上がったじゃないですか、これビュンビュンと。で、急速に上がったものは、戻っていきやすいんですよね。で、一旦、こちらの方で、レンジを作りましたけども、やっぱり、ブレイクして下に行くのかなっていうふうに、昨日一日を見て感じました。じゃあ、4時間の方見ていきますよ。はい、4時間の方を見ていきますと、先週ですよね。こういう風に、ズバズバズバッといい感じで、レンジをね、なぞってくれたんで取りやすかったなってところでございます。でも、昨日見ていると、こちらの過程を割ってですね、下の方にブレイクしていきました。要するに、ここの判断としては、レンジ継続ではなくって、ブレイクアウトに転じたということだという風に、判断した方がいいと思います。ということは、今度はここの下で展開されていくという1週間が始まるんではないかなって感じますよね。もちろん巻き戻してこの間に復活してくることはありますけどもね。まあけど、おそらく私は下の方で推移することになると思ってます。じゃあ1時間です。1時間、昨日ちょっとお話ししましたけども、高値を切り下げて、安値を切り下げての場面に入りましたよね。だからこういう流れ、チャンネルラインが引けるわけですよ。それまでは違いましたよ。それまではずっとこちらのレンジの範囲で動いていたんでね、簡単だったわけですよ。こういうふうに、もう消えましたけど、こういうふうにね。で、今回からはブレイクアウトになってきたのかなってことですよね。もう一回引きましょうか、ブレイクアウト。この、高値を切り下げて、安値を切り下げて、で、こちらの、レジサポを超えたんでね、もう、あとは、こちらの方での推移になってくるということでございます。これが今週じゃないですかね。はい。ですんでね、もう113円の385から下の方で展開されてると考えていけばいいので、現時点でエントリーポイントを探すという作業になってきます。もうちょっと価格が上がってくると、113円の285から345のあたりでセルに入ればいいんじゃないですか。もしくはこのまんま、値段が戻らずにね、下がっていく一方なら、113円の165から105の間でセルでエントリーすればいいんじゃないですか。いずれにしてもセルのエントリーポイントを探すということでまとまりそうでございます。それでは今週も頑張っていきましょう。